皆さんこんばんは。ベストコースブルーイングのデレックです。今日もビールを紹介いたします。今日紹介しますのはこれです。フルホップ祝20回目でございます。ヘイジーダブル IPA です。今回はですね、ホップ4つ使ってます。アイダホ7にネルソン、ビッグシークレット、ギャラクシーです。結構これ南半球っていうのか、南半球系のホップが多めでめちゃくちゃトロピカルなはずなんですけど、さあどうでしょうか。ちょっと飲みながら解説をさせてください。いきます。いいじゃないですか。ちょっとこの辺にしましょうか。もうちょっといくか。めちゃくちゃいい色ですね。っていうかずっしりしてます。ちょっとこれは香りがやばい。もう香、ここで香るぐらい。こんなやばいやつですよ。めっちゃ美味しい。というか香りがやばいです。もう香りがもうこっからでいいんで、このパパイヤとかグアバとか、まあ、英語で言うとストーンフルーツですね。そっち系の香りがすごいな。あのトロピカルじゃなくて柑橘っていうよりかはそっちなんだけど、でも、まあ、きっと柑橘的なフレーバーも入ってると思うので、ちょっと味見しますか。いやちょっと最近ヘイジー飲んでないせいかわかんないですけど、めちゃくちゃいいですね。すごいこう口の中のそのごっくんしたくないっていうか、もうずっとここで持ってたいっていうか、あの、まあ、トロピカルフルーツ感めちゃくちゃあるし、パイナップルの感じもありますし、グアバ、マンゴー、もちろんグレープフルーツの皮のような苦味、まあ、本当にいい感じにあって、ホップバーンがもうなくなりましたね。先日出来たての頃に飲んだ時はもうフレッシュすぎて、結構ホップ焼けあったんですけど、どんだけ使ってんだよっていうぐらいだったんですけど、今は全然メローになってすごく飲みやすいですね。いやもうこれは結構今日たくさん飲んじゃおうかなって、そのぐらいうまいんで、ぜひ、まあ、フルホップアルキミストはこれで20作目なんですけど、どこまでいくのか、30なのか50なのか全然、まあ、何も決めてないんですけど、ただあのやはりそのいろんなホップのコンビネーション楽しみたい、これもやってみたい、あれもやってみたいって、さらに毎年こうその質が違う、出来が違うっていうのもあるので、過去のあのコンビネーションもう一回やりましょうっていうのも必ずやりたいと思ってますし、まあ、すごい楽しみのシリーズでもありますので、引き続き、アルキミスト応援の方よろしくお願いします。では乾杯。